今日はですね、奄美大島って皆さん来たことありますかね。すごい大きい島、大島ってぐらいで大きい島なんですけども、奄美空港が島の一番北側にありましてですね、どうだろう、100キロ近く走ってきてですね、で、一番島の南にある瀬戸内町っていうところがあるんですけど、そこのコニアっていうね、まあこう漁港というか、まあ、集落があるんですが、ちょっと、どっち側っていうんだ、東側に受けるのかな。清水って書いて清水っていう集落があるんですけども、そこにありますゼログラビティさんにお邪魔しています。朝ですね、7時45分のスカイマーク便で鹿児島まで行きまして、で、朝早かったんで、羽田の第2ターミナルにあるエクセルホテル東急にですね、お客様と宿泊したんですけども、朝6時にロビーで待ち合わせて、で、ロビーに、まあ、5時40分ぐらい出てたのかな。で、6時におはようございますって言って、外にガガガってホテル出た瞬間、あそこエアドゥのチェックインカウンターがあるんですけど、すんごい人で、びっくりしました。朝6時ですよ。びっくりしました。で、送迎バスがあるんですけどね、第2から第1まで、まあ歩いても大したことないんですけども、まあ、バス時間見てたので、送迎バスで第1ターミナルまで移動したんですけど、バスもね、すっごい混んでる。この時間に何の用があってみんな第2から第1行くんだろうと思ったんですけども、国際線ターミナル行く人もいるのね。なので、まあ我々のイメージと違ってね、海外なんかまだまだあって、まあ確かに、数としては少ないんでしょうけど、普通に羽田から海外に出発していくファミリーとかね、まあ、いるんですよね。なのでね、テレビばっかり見てるとね、特に地上波をこうじーっと見てると、第7波ガオーとか言ってますけども、現場はね、全然違う動きしてますよ。今日羽田空港はね、普通の夏休みのお盆でした。もうカオス。すごかったです。で、まあ、第2から第1へ移動してきたのか。一番端の奥にですね、スカイマークのチェックインカウンターあるんですけど、まあ、カオス。で、今ね、機械でチェックインできるんで、まあまあ、チェックインは分散化してるんですけど、荷物をね、手作業で預けなきゃいけないので、どうだろう。5、60に並んでたかな。で、荷物預けてですね。で、もう混むと嫌なんで、手荷物検査をね、もうさっさと中入って。でも、そのぐらいでどうだろう。6時半か。ちょうど1時間前ぐらいにはゲートスタンバイできたのでね。で、6時半ぐらいから羽田の空港の中の売店とかも開き始めるんで、なので、今日なんだっけ、2番だっけ、結構奥の方だったんですけども、三本コーヒーっていうね、カフェがあるんですけども、そこは6時半から開いてたんで、まあ、守備よくですね、朝ごはんを食べることができまして、スカイマーク便に乗り込むことができました。で、スカイマークってね、ボーイングの737の800かな、あれ、3列、通路3列ってすごい小さい飛行機なんですね。あれ、どうだろう、120人、オールエコノミーですね、スカイマークってね。なので、130人ぐらいかな。もちろんね、鹿児島駅満席でした。まあ、満席表示ではなかったんで、ちょっと空いてたのかもしれないですけど、まあ、パッと見は満席。で、まあ、でも、不慣れ客っていうか、あんまり飛行機乗らない方も、いらっしゃるんでしょうね。翼の上が非常口になってて、で、あそこまでちょっと足元広いんですけど、下に荷物置けないのでね、ちょっとあそこ避けて座席指定したんだけど、あそこに座ってる、まあ、座ってたら全然知らないですよ。女性のお客さんが、非常口に椅子があるって珍しいね、とかっておっしゃってたので、おそらくなんだ、大きい飛行機ね、787とか、777とか350とかそういうのに乗ってる人が非常口っていうか、まあ、ドアのところはCA さんがね反対向いてこう座ってるようなそんなイメージだったみたいで、小さい飛行機ってここにも椅子があるんだねみたいなことを言ってましたけど、でも好き好きっていうか良し悪しでね、私は最近まあその中型機小型機って悪くないなと思ってるのが、お客さんがあんまり乗ってないので乗り降りが早いんですよね。一番最後に降りたとしてもせいぜい百数十人しか降りないので、乗り込むのすぐ乗り終わっちゃいますし、降りる時もピュッて降りられるから、まあ小型機だと狭いとかね揺れるとかっていうのもあるんですけども、乗り降りはね割とストレスフリー。何しろストレスだったのはね、エアバスの A380 って分かりますか？2階建てのでっかい飛行機ありますよね。あれで昔エールフランスかなんかでパリの方にヨーロッパ行った時に、たまたま乗ったんだけど500人ぐらい乗ってるんで、すんごい乗るよりに時間かかるんですよね。なのでプランニングする時にね、飛行機の機材にこだわるっていうのもねちょっといいかなと思いますよ。スカイマークはねいい点悪い点いろいろ、なんかスカイマークって LCC かと思ってたら違うんですね。機内誌見たら一番最初に社長さんのご挨拶っていうのがあるんだけど、 LCC にしてはいいねっていう評価が僕たちは本当に嫌ですみたいなのが書いてあって、あ LCC じゃないんだって思ったんですけども、なんかその中間を狙ってるらしいんですね。で LCC じゃないからなんかね、コーヒーは出るけどソフトドリンクジュースとか水はね100円なんですよ。でうんってちょっと LC 思ったんだけど、さまつない話でねそれどうでもいいんだけど、UCC かなんかとコラボしてるのかな。なのでコーヒーはいかがですかって持ってくるんです。であれ多分UCC からコーヒーの提供を受けてるんだと思うんだけど、コーヒーは無料だ。コーヒーを飲まない、私コーヒーちょっと苦手なんですっていう人は100円で買わないといけないんですね。でこれも人によってね持つ印象はいろいろだと思うんですけど、私はコーヒー好きなんでねコーヒーいただいて、あとねキットカットを全員に、多分あれキットカットもスポンサーとして提供を受けてるんだと思うんですけど、人間って不思議でねちょっと口に入れるものをもらうとね得した気分になるんだと思うんですね。あれ戦略的にはね悪くないと思いました。スカイマークはテレビついてないよね。だからローコストキャリアじゃないかなと思うんだけども、テレビはない。でも人によっては退屈かもね。で私はテレビついてないの知ってたんで、今日はね久しぶりに飛行機の中で本読もうと思って読みかけの「ロンリープラネット」をですね今日手にですね旅をしながら旅の小説を読むってなんかいいっすね。旅する時にあんまり難しい読書のすめさんとかの本もねいいんだけど、あんまり旅先で難しい本読むとなんかね調子が来るんですけど、これサクサク読める小説をね手に旅をするのいいなってちょっと思いました。これ論理だいぶ進みました。なかなかね今ね佳境まで来ております。ということで今日はスカイマークの中でうたた寝もしてたんですけど小説を読みながらですね鹿児島空港で、鹿児島空港で乗り換えて、鹿児島奄美っていうのもねスカイマーク便が飛んでるので、これもう一発乗ってですね奄美空港に何時ぐらいだかお昼前には着きましたね。でゼログラビティさん送迎してくださるので迎えに来ていただいて、で今日宿に入った次第です。で、途中ねいろいろとね、私奄美どうだろう5回目6回目久しぶりですけどね、久しぶりに奄美来ました。もうご一緒してるお仲間が初奄美なのでねちょっとねスポットを立ち寄りながらですね今日北から南へ大横断して夕方このゼログラビティさんに入った次第です。でねスライドショーしようかなと思ったんですけども、さっきリンク貼りましたけどブログの方にも今日の写真ダイジェストで貼ってるんですけども、ちょっとね今そんな写真の数ないんですけどもせっかくなんで写真見たいというリクエストにお答えしてですねちょっと今日いくつか撮った写真をせっかくなんでねご覧いただきたいと思います。で、ちょっと待ってね。ちょっと雑な対応ですいません。これで今スマホでそのまま映しちゃいますね。ちなみにね私今これシングルルーム後でやろう。はい。ちょっと部屋汚くてごめんなさい。よいしょ。はい。こんな感じでスライドショーやっちゃいますよ。はい。今日これ朝羽田で三本コーヒーのクロックムッシュです。羽田、でも世界的に見たら安いのかな。でもこれでねコーヒーとクロックムッシュで1000円ぐらいするのでね決してね安い朝ごはんではないんですよ。よいしょ。しょうがないけどね。はい。これねスカイマークのもうこれすでにもう雲がザ・奄美って感じですけどもね。で向こうに JAL 便見えてますけどね、手前に止まってる JAL の小さい飛行機がこれ鹿児島奄美ってダブルトラッキングでほとんど同じ時間に飛んできた JAL 便ですけどね、奥に止まってるのこれね、あれですね羽田から奄美の JAL の唯一の直行便だと思われますね。本当はね直行便飛んでるんですけどね、なかなか夏休みはねお高い強気の値段 JAL さん出してましたね。はい。でこれ奄美空港着いたとこで面白いですね。タラップでね、降りて、歩いてターミナルに入る感じのね、ザ・地方空港って感じでしたよ。よいしょ。ね、なんかこの光景悪くないですよね。はい、でちなみにお足元の歩き方、車椅子でこの階段ちょっと無理ですとか、杖使ってらっしゃってて、いや私こう階段これあんま見てないよっていう方は、あらかじめ言っておくとですね、これ反対側、こっち側にリフトつけてくれますのでね、階段は回避できますので、事前にリクエストしておいてください。いい写真ですね。はい。水産研修情報もすごいですね。はい。はい。ザ・奄美って感じでしょう。はい。田中一村ってご存知ですかね。孤高の画家って言ってね、奄美だと大体この田中一村の美術館に行くんですけども、このね、アダンとかね、赤小瓶を描いた画家なんですけどもね、非常に不遇のまま、全く売れないまま、69歳でね、奄美で亡くなってしまった方なんですけども、亡くなってからこんな立派な美術館をね作ってもらって、天国で複雑な気持ちなんじゃないかと思います。これ奄美パークの中にある一村美術館なんですけど、まあ見事な美術館ですね。田中一村ってね、あんまり有名な画家さんではないという認識ですけどもね、非常に個性的な作品描いてます。ちょっとすいません、画角ぶれててね、これ奄美パークの中です、空がね夏の空ですけどもね、よいしょ。はい。でね、すぐ近くに、立上岩っていうのがあってね、雪田っていう集落があるんで、節分の節に田んぼかな。雪田の集落に立上岩、これ私初めて行ったんですけども、今回ご一緒したお仲間がですね、お友達が奄美に行って、奄美行ったら、ここ行くといいわよって写真をいっぱい送ってきてくださってですね、調査の結果、このパワースポット。まあ、我々パワースポットって安っぽい言い方をしちゃいますけども、この雪田の集落の皆さんはですね、この奄美の神様がね、ここに降りてきたというね、とてもね、由緒ある場所ですね。なので、神々しい場所なのでね、ちょっと近くの野菜の即売所みたいなところがあって、そこの女性の方にですね、すいません、この雪田の立上岩っていうのは我々観光客フラッと行って、入っちゃって大丈夫なもんですかねって聞いたら、大丈夫ですよって言ってね、生き方を教えてくれました。ガイドブックとかに載ってないので、もしね、ご興味ある方、空港のすぐ近くです。はい。これあれか。せっかくないちょっと動画を見てもらう。ちょっと画像ぶれてると思いますね。よいしょ。こんな感じです。これ今日の奄美大島です。ちょっとね、前線の影響で雲が多かったですけどね。でもね、ザ・アジアって感じの湿度でした。すんごい湿度が高くてね、なんかね、温室の中にいるみたいな感じでした。これなかなかいい画像でしょ。もう一回リクエスト。はい。塩の香りがしてね、すっごい良かったですよ。はい、この立ち紙はね、ぜひ行ってみてください。Google マップではね、ちゃんと指してくれませんでした。Google マップで行ったらですね、病院の敷地内に入っていてね、病院のおじさんと目が合ってしまいました。はい、近くまで行くことできます。あ、ちなみにね、ちょっとね、バリアありでね、車椅子ユーザーの方だとね、ちょっとここまで行くの難しいので、展望台みたいなところから見ることをお勧めします。これね、階段があるんですね、この手前に。はい。で、京阪です。京阪ってね、お京阪の京阪電車じゃないですよ。鳥飯。で、奄美大島って言えば、まあ、京阪なんですね。で、これ、肝心のスープが向こうに見えてるんですけども、白いご飯を丼飯にちゃちゃっと乗っけて、この具を乗せてですね、お出汁があるんですけど、これひさくらっていうね、まあ、奄美といえばひさくらっていうぐらい有名なお店なんですけどもね。で、このお出汁をかけて食べるというね、なかなかね、薄味で美味しいです。京阪ね、どこで食べても美味しいんですけど、まあまあ、皆さん、ひさくらに来ますよね。お店も大きいし、まあ、混んでるんだけど、回転もいいのでね。ちなみに1200円です。結構いいお値段でしょう。はい。お店の中はこんな感じです。で、お店側ね、バリアフリーを謳ってます。で、車椅子用の駐車スペースがあり、段差なく中に入れます。こんな感じでね。で、ちょっとね、お店の人ね、気が利かない人は失礼だな。4人でですって言ったらね、もうこの辺のね、入り口のどうぞとかって言ってね、この辺を指さされたんですけど、この辺。ね、で、いや、窓が開いてるよなと思って、窓がダメですかって言ったら、どうぞって、ちょっとぶっきらぼうに言われましたが、まあまあ、おもてなしという観点からどうよってちょっとね、正直思ったんですけども、他の席空いてたらね、奥ダメですかとかって言えば全然どうぞって言ってくれますけど、田舎のおばちゃんがね、パートやってるのでね、いわゆるね、星野リゾートみたいなね、おもてなしはね、期待しないでください。悪いはないと思います。はい、あとね、これトイレの下。ちなみにね、これ、この左奥にね、車椅子用のトイレがあります。古いトイレなので、でも逆に言うとね、かなり昔から車椅子用のトイレをね、いわゆるその綺麗な多目的トイレではないんですけども、男女用のトイレの他に車椅子用のお寺をね、ちゃんと設置されててね、地元のおばあちゃんが車椅子で食べに来てました、家族と。で、なぜの市内入ります?これ今日泊まってる宿じゃないですよ。これ田中一村終焉の地といってね、69歳の時に、ここで絵描いてたんですけど、奄美でね、もともと栃木の人なんです。で、千葉に住んでいて絵を描いてたことがあるんですね。で、まあなんか九州だか、こっちの南方に見せられて奄美に移住してきて、でもあまりに貧乏で、なんかね、大島紬のアルバイトで生計を立てて20年、奄美に住んでたうち、まともに絵が制作できたのが9年。で、奄美で本格的な絵はね、30枚ぐらいしか描いてないらしいんですよ、9年で。で、69歳の時にね、なんとね、ここで亡くなられてしまったというね、失意の孤高の画家なんですけど、亡くなった後、誰が発掘したのかね。まあ、亡くなってから有名になっている芸術家、あるあるのパターンです。今、あんな立派な博物館をね、田中画伯は、どう思ってらっしゃるのか。はい。で、なぜで半分、そこからもう半分南にね、距離で言うとね、多分ね、東京からね、小田原、熱海ぐらいあるかな。そのぐらいありそうな距離走ってきて、で、高速もありませんから一般道走ってくんですけど、だいぶね、15年、18年前ぐらいに奄美来てた頃に比べると、トンネルがだいぶ開通してて、瀬戸内町までどうだろう、2時間20分。直行でね、今日あちこち寄り道したんで4時間以上かかってますけれども、はい。これね、ゼログラビティさんの玄関から海側を見たところです。ちょっとこれまた明日ね、もしあれでしたら、お足元悪い方気になるところもあると思うのでね、バスタブがですね、各部屋にはないんです。1階の部屋はバリアフリールームなんですけど、シャワーだけです。で、浴室入りたいという方はですね、共用のこの家族風呂は1個あって、ここを交代で使うことになってますね。でね、ちょっとね、車椅子、立てる方大丈夫だと思うんですけど、手すりあったかな?こんな作りですね。で、1階の部屋にはね、シャワーはあるので、浸からなくていいよということであれば、お部屋のシャワーで十分車椅子の方も対応できると思いますけど、家族のもね、ちょっとここ、まあ、水切り用の段差があって、中こんな感じですね。はい。シャワーチェアとかね、必要な方ご相談ください。よいしょ。はい。私今2階にいます。この部屋も2階なんですけども、2階はね、螺旋階段みたいなのが上がってですね、まあ、健常者向けのシングルルームです。で、2階の部屋はね、トイレ、シャワーとはね、共同なんで、部屋はね、部屋しかないです。でもね、シンプルで、全然良い部屋ですよ。部屋ね、こんな感じ。よいしょ。これ今部屋ね、ちょっと、ごめんなさいね。あんまりちゃんとそうしてないんだけど、これ入り口でしょ。で、すごいシンプルなベッドがあります。ちょっと先昼寝しちゃったんで汚れててごめんなさい。エアコンがあります。テレビあります。Wi-Fi もあります。すんごいシンプルな部屋。私こういうシンプルな部屋大好きでございます。冷房よく効きます。除湿しないとね、これドアの向こうは、廊下は冷房ないので、今もまだ開いてるんですけど、さっきトイレ行こうと思って、ガラガラって開けたらね、ムワッとしましたね。アジアって感じです。はい。まあ、2階からね、こんな感じで海が結構綺麗に見えます。まあ、これちょっとね、写真ちゃんと色出てませんけど、まあ、綺麗。ちなみに向こうに見えてるのは加計呂麻島です。加計呂麻島。私の大好きな加計呂麻島です。ちょっと変わった字書くんですよ、かけろまってね。よいしょ、ちょっと待ってね。かけろま島、かけろま島。かけろまってね、こういう字書きます。奄美はね、奄美群島っていう言い方をしますね。ちなみにね、これ今、奄美大島。右上に奄美空港ありますね。で、コニアっていう港があるんですけど、この近くに今私滞在しています。その、フェリーで行くんですけどね、かけろま島っていうところがあります。もうなんか謎にでかい島で何にもありませんけれども、その何もなさ加減がね、私は好きです。はい。こんな感じでね、今日ね、奄美はね、積乱雲やらなんとか雲やらかなとこ雲やらね、すごかったです。これね、正面側を今見た感じです。ユニバーサルデザイン設計のね、マリンスポーツ施設なので、スロープ切ってありましてね、障害がある方も、これ真正面です。私の部屋今ね、この2階の、この辺におります。この辺の部屋です。はい。うちのお客さんね、1階のこの辺におります。はい。今日の晩ご飯でした。島魚大変美味しくいただきました。全部島のお魚です。はい、こんな感じ。よいしょ。はい、スライドショーでございました。奄美大島なんですけど、来られたことある方ね、今日、Facebook とか、ちょっと SNS アップしたんですけども、奄美ご存知の方はね、いいとこですよね、いいとこですよねっていただいたんですが、来たことない方ね、ちょっとイメージ湧かないと思うんですけど、鹿児島県です。で、鹿児島、桜島がある鹿児島空港から飛行機で、スケジュール上もう1時間かかるのでね、結構ね、南の方にあります。で、屋久島とか、種子島からするとうんと南にあります。鹿児島空港からもうワンフライト1時間かかりますのでね。でも、奄美大島があって、かけろま島なんかもありますけど、奄美群島の一番南はね、沖永良部島、それから徳之島。闘牛のね、徳之島ご存知ですかね。で、徳之島を越えると鹿児島が終わって、今度沖縄県です。沖縄本島の一番北、辺戸岬が、徳之島が見えるぐらいの距離ですね。そういうところに今います。なので、感覚的にはね、もうなんか沖縄にいる感じで、コンビニとか行ってもオリオンビール売ってるんですよ。なので、鹿児島県、行政区分としては鹿児島県なんですけど、今私がいる奄美大島も、このコニアっていう港、皆さんあんまりこう聞いたことない地名だと思うんですけどね、このコニアとか瀬戸内町っていうのは、南に向けて、琉球に向けて開けてたので、奄美大島は昔、こっちの方が栄えてたんですよ。こっちの方が栄えてたんです。で、コニアで貿易を琉球としてたっていうね、そんな歴史があるみたいですよ。なのでね、コニアの町、今でこそ漁港なんですけど、結構ね、家が密集していて、なんでこんな交通便なとこにこんな人住んでるのっていうぐらい、うわっと家が密集してますけど、おそらくは、その昔のエイカの名残じゃないかなというふうに思いますね。なのでね、コニアの集落っていうともう本当に、なんだろう、買い物にも不便するんじゃない、漁協ぐらいしかないんじゃないですかって思ったんだけど、ジョイフルがありましてですね、あとファミマもあってですね、奄美大島ってコンビニあるんですかって聞いたら、ファミマしかないんですけど、ファミマはね、何軒もありますね。大変賑わっております。もうね、田舎のコンビニってどんだけ売り上げがあるんだっていうぐらいね、ひっきりなしに車が来てますね。あと今日ね、スーパー寄りましてね、スーパービッグっていうのね、奄美省では大変有名な、もう観光地化してるような、でっかいスーパーマーケット。昭和の香り漂う田舎のスーパーなんだけど、とにかく巨大で何でも売ってるんですね。それこそ家電製品から洋服から100均も入ってるんですけども、もし奄美大島も来られたら、国道58号線沿いにね、ビッグというね、スーパーありますね。ぜひ寄ってみてください。楽しいですよ。もうザ・田舎昭和って感じですけども、観光客向けのお土産も充実してますしね、黒糖焼酎もありますけども、下手にね、いわゆるザ・お土産屋さんみたいなとこ行くんだったら、スーパーマーケット行った方がいいですよ。安くてね、種類たくさんあって、あとどうでもいい話ですけど、そのスーパービッグってね、結構商売上手だなと思うのが、お土産品はね、5500円以上買うと送料無料なんですよ、国内。すごいでしょ。結構ほら離島からだと送料かかりそうな感じするじゃないですか。5500円で東京でも北海道でもね、送料無料だそうですのでね。別に私スーパービッグの回しもんじゃないですけども、覚えておくとよろしいかなと思います。はい。で、明日なんですけども、明日ね、マリンスポーツをうちのメンバーさんがね、私ここね、もともとね、バリアフリーダイビングで私のとこにアプローチしに来てくださって、お足元が悪い方にダイビング楽しんでほしいんですということで、責任者のね、栗原さんという方からご連絡を頂戴しました。で、お会いしたのがどうだろう、もう4年前かな。で、今日お会いするの2回目だったんですけど、なかなかその後ね、来るチャンスなかったんですけども、満を持してですね、今回お邪魔することができて、私も大変嬉しく思います。で、お足元が悪い方でね、例えば子供さんが障害を持ちでいらっしゃるとか、あと、お年召してらっしゃって結構アクティブなんだけど、なかなかもうコロナで家出ることもないよなとかっていう方は、別にダイビングやらなくてもいいんですけども、今いるこのゼログラビティさんのロケーションもね、目の前が海で、もうその都会の喧騒とかなしで、もともとそのマリンスポーツ総合施設なんで、まあお優しいね、フレンドリーで気さくな若いスタッフの方がいらっしゃるので、でもね、程よい距離感、昔のユースホステルみたいにベッタベタしてこない感じでね、とってもね、ストレスフリーだと思いますよ。まだ今日チェックインしたばっかりですけども、スタッフのね、皆さんの距離感がね、私すごくいいなと思いました。よいしょ。はい。あとね、そうそう。で、ここの責任者であるその栗原さんが、今日から3泊するので、奄美から3日間、ライブできるんですけども、明日ね、栗原さんちょっと YouTube 出てくれません？それはいいっすよっておっしゃってくださったので、夜10時だと多分栗原さんも寝ちゃってると思うので、明日ちょっと時間繰り上げて9時ぐらいから、21時ぐらいから、多分ここのロビーになると思うんですけど、栗原さんとね、ライブで対談したいと思います。思いっきり奄美大島およびゼログラビティさんのセールスをね、してもらいたいと思いますので、それ、当事者からね、言ってもらった方がいいので。で、私はちょっと今日は、素人というかね、まだ、なんせサービスを体験してないのでね、説得力もないんですけどね、どんなマリンアクティビティがあるかっていうことをね、一応、ざっとね、ご説明しますと、まず体験ダイビングね。ビーチダイブ、ボートダイブありまして、あとファンダイビングもあります。それからマリンアクティビティとしてね、一番メジャーなのがスノーケリングだそうです。スノーケリングもね、本当に足がつくところでもめちゃめちゃ綺麗だそうで、こう砂浜ありますので、目の前ビーチなので、例えばね、小さい子供さん、特にそうだな、支援学校行ってらっしゃる小さい子供さんでね、まだ小学校の低学年ですぐらいの方もライフジャケット着て、本当にビーチで、スタッフもね、サポートしてくれるので、お父さんお母さんだけどちょっと心配だよなってあるかもしれないんですけどね、本当にね、スタッフの皆さん優しいので、バリアフリーダイビングなんてね、商売的にはもう全然割に合わないと思いますよ。本当、こう、サポートが必要なところに、インストラクターとかスタッフを何人もつけて、で、安全に、万全を期して、海って危ないですからね、これね、大丈夫大丈夫とか絶対言わないと思いますよ。そんな大丈夫なわけないのでね。でも、通常やっぱそういう海へのアクセスってね、私もこの仕事を20年以上やってますけど、お体に障害がある方が、ディズニーランドとか行くのって簡単なんだけど、やっぱね、自然、とアクセスする。それは森とか山とか海とかっていうのはね、ほんと大変なんですよ。で、特に海はやっぱ危ないので、気持ちだけでは連れてってあげられないじゃないですか。だからよくね、子供さんが障害をお持ちでいらっしゃって、なんか自然体験させてあげたい、海に入れてあげたい、でも自分たちだけじゃっていう場合は、もうこれね、ゼログラビティさんにご相談するのがね、一番いいと思いますね。あとね、親御さんも楽しめる。3世代で来ると、おじいちゃんおばあちゃんはね、もう本当のんびりするでいいと思うんですよ。で、そんな部屋でっておっしゃるけど、ここ、デッキがあってね、デッキ出てるだけでもすごい気持ちいいし、ダイビングを例えば娘さんやお嫁さんがやって、おじいちゃんおばあちゃんはあったら、船に一緒に乗ってることできますので、船の中エアコン効いてますから、潮風に当たるだけでもね、すごいね、気分変わると思いますよ。はい。あとね、SUP ね、SUP ね、SUP もあります。あ、そうそう。レンタルだけでもいいし、スタッフ同行してくれるので、ちょっと、お金はもちろんかかりますけれども、安全ね、保険代だと思って、スタッフ同行してもらって、サップ楽しむとかでいいと思います。あとね、クリアカヤックって言って、カヤックわかります？こう、ボートみたいなやつ、こぐやつ。ね、クリアカヤックって、下がね、透明なんですよ。なので、いや、ダイビング無理無理。スノーケンディングも怖いよなーっていう方は、このね、クリアカヤックをね、おすすめします。これ、まあ、ちょっと私見て、高所恐怖症じゃないけど、私、ちょっとこれ、自信ないけど、でもね、普通に腰掛けてオールを漕いでるだけで、海の下、中が見えるんですよ。ね、もうね、目の前のこの清水ビーチなんて、本当に透明なんてもんじゃないですからね、日本有数の透明度なので、ちょっとね、信じられないような体験できると思いますよ。あとね、クルージングもやってくれますし、サンセットクルーズなんかもありますのでね、ぜひアクティビティ楽しんでほしいなと思います。はい。それからね、サービスの本質的に言うとですね、なんかね、私の本読んでくれてんじゃないかと思うぐらいですね、そのストレスフリーっていうかね、かゆいところに手が届くんだけど、押し付けがましくないっていう感じがね、すごくね、距離感がね、嬉しいですね。ドリンクはね、ホットコーヒーとかソフトドリンクとかね、無料ですね。あと、ビールとかね、自動販売機ありますって言ったら、冷蔵庫にビールとソフトドリンク入ってて、貯金箱みたいなのにお金を入れてね、ビール300円でしたけどね、取るスタイルですので、なんかね、こう、信用商売っていいなと思いますよね。で、自販機よりは多分、ランニングコストかからなくて、もう信用商売ですよね。やっぱね、すごい。24時間ね、下の、共用スペース空いてますので、いつでもお使いくださいということで、部屋はそんな広くないんですけど、共用スペースをね、24時間使わせてくれるので、雑談したりね、ちょっとなんかカップラーメンを揺れて食べたいとかっていう時はね、とってもいいと思います。あと当たり前ですけども、コインランドリーはね、ありまして、で、ランドリーは洗濯機、乾燥機とかね、あと洗剤含めて、無料だそうで、ね、なかなか太っ腹でございますよ。あとね、プールがあります。で、これもね、子供さんなんかね、すごくいいと思います。ちなみに全館禁煙で、おタバコはね、外に喫煙所があるということで聞いております。今日到着したばっかりでまだサービス利用してないのでね、明日またリポートしたいと思います。はい。コメント読んで終わりにしますね。今日スタート遅くなっちゃってすいません。ちょっとね、また朝早かったんで今、一瞬うとうとしたら寝ちゃいましてですね。準備に時間が経ちました。はい。皆さんこんばんは。お疲れ様でございます。奄美は水産研究所訪問で行きました。すごいな。水産研究所があるんですね。なかなか大上さんあれですね。はじめちとせさんね。私ね、奄美の一番最初のご縁は、まだ奄美が平成の、あれ、大発表前かな。まだ名瀬市だった頃、市役所の土木の課長さんだったかな。土木ってバリアフリー関係やってるので、ユニバーサルとかを、私を呼んでくれて、名瀬で、講演会やったんですよね。でも、2、3回来たな、あれな。で、その時に、そうそう、奄美といえば、はじめしとせさんですよね、って話をしたら、あーって言って、奄美には、はじめちとせ級の歌を歌う人は、100人200人はいるって言うんですね。で、彼女たまたま売れたけれども、普通にみんな、島唄上手なんだそうですよ。で、と思ったら、市役所の方がね、その時は、市内に泊まったんですけど、晩ご飯を食べるところに、なんかちょっと個室みたいなところね、一応公園の講師で行ったので、三線を弾くね、歌う高校生をね、ちょっと連れてくるって、現役の高校生ですよ。ちょっと名前忘れちゃったけど、現役の高校生。で、我々のために弾いて歌ってくれたんですけど、はじめちとせ級でした。いわゆる無名の高校生が。ビビりました。で、やっぱね、ああやって人前で歌って、で力つけていくんだって言うんですけど、のど自慢なんかちょっと出たら大変でしょうね。全国大会であっという間に優勝かっさらぐらいには上手でしたね。レベル高い。あと、歌と関係ないですけども、あ、そうそう。あとね、今回ちょっと離れてるので、こっからね、奄美の市内までちょっと居酒屋で一杯っていうにはね、小一時間かかるので、ちょっと今回は何もないところでのんびりするんですけど、もしね、奄美のご旅行を計画されてる方がいたら、このゼログラビティさんお世話になるのももう全然 OK ですし、八木島ホテルっていういいホテルが、いいホテルって言ってもね、まあ普通なんだけど、奄美ってね、いいホテルがないんですよ。ないの。で、いわゆる高級シティホテルみたいなのとかリゾートホテルがね。なんでね、ホテル的の設備的には、まあ正直あんまり期待しない方がいいですよ。その奄美の市内も含めて。八木島ホテルはね、八木さんの八木島って書くんだけど、まあまあね、クオリティ的に安定してますね。で、せっかく市内泊まったら、いわゆるね、その民謡居酒屋みたいなところが何軒か有名なところがあって、で、まあご飯食べると夜、弾き語りみたいな人が来て、まあ、三線弾いたり歌ったりしてくれるっていう観光客向けのパフォーマンスやってるところが何軒かあります。まあ、一番有名なのは、かずみっていう小料理屋さんで、何かずみさんだっけ、ママさんが歌手なんですね。CD とかも出している。で、すんごい狭いんですよ。車椅子のまあちょっと無理かなっていうぐらいすごい狭い通路に、お座敷にテーブルが2つぐらいあってカウンターみたいな、もう全10席ぐらいのとこなんだけど、まあ、おかみさん料理作ってるんだけどね、弾き語りのおじさんがやってきて、その三線に合わせておかみさんが歌い出すみたいな、まあ、ちょっとそんなパフォーマンスやってくれるんだけど、お任せで、まあ、3000か4000かちょっと忘れましたけど、そういう料理を出すような仕組みになってますね。で、車椅子の方は椅子テーブルの居酒屋で、弾き語りやってくれるところがありますので、ネットでね、奄美三線弾き語り居酒屋とかって入れるとね、いっぱい出てきますので、ね、ぜひね、そんな体験もしてもらえればと思います。森のあっこさん、こんばんは。奄美大島、私から見るとほとんど海外です。韓国より遠い、もう少しで台湾ということでね、でございますね。ピーチ飛んでますのでね、成田も行きにくいか。ピーチもね、夏は、まあ、なかなかいい値段なんですよ。奄美大島ってね、もう多分今日レンタカーなんかも1台もないんじゃないかな。需給バランスが悪くて、ホテルもあんまないしね。あとね、観光地してないんですよ。良くも悪くも。からね、石垣島とか沖縄本島みたいに、うわっと仕掛けるほどには来ないんだけど、そもそも飛んでる飛行機が限られてて、全日空飛んでないんですよ。JAL便が1日、1往復だっけ ?1 往復だよね。確かに2往復飛んでないよね。で、奄美、JAL便、羽田、奄美ね。で、あと、私みたいに鹿児島経由で入ってくる。でもこう、私今回スカイマークできましたけども、あと、ピーチが成田、奄美っていうのを飛んでて、価格破壊の殴り込みをしに来たんだけれども、結構美味しい商売だってことに気がついて、この夏場はね、ピーチとは思えないような値段なんです。でも、座席供給量が増えたので、シーズンオフね、ちょっと外れ、まあ、9月とかおすすめなんですけど、9月でね、台風シーズンなんで、ちょっと博打なんですよ。だけど、晴れたら最高ね。で、運賃も結構こなれてきて下がるので、9月、10月はね、割とね、おすすめです。博打ですよ。台風来たら最悪ですけどもね。なので、夏はね、まあ、本来はね、航空運賃的には同様ってところあるんだけども、海はやっぱね、水温高くて暖かいので、やっぱ8月、海入る人は8月はいいと思います。紫外線も強いですけどね。はい。ということで、まあ、ほとんど海外というかね、東京の人から見てもね、なんかすっごい遠い感じはしますけれどもね、チャンスあったら来てください。奄美大島ね、いいとこです。よかったらご一緒しましょう。はい。はい。旅カフェさんお疲れ様でございますね。明日も楽しみにしててください。アイランドのケルト、沖縄奄美の三線などを使った民謡幻想的っていうことでね、奄美の三線もね、すごい音色ですよ。やっぱね、ライブで聴いてほしいなと思いますね。奄美大島って意外とまあ、穴場っていうかね、奄美行ったことないなっていう方もいらっしゃるし、奄美が好きな方はね、奄美いいよって皆さんね、おっしゃいますね。あ、奄美といえばハブと共存ね。はい。奄美の黒ウサギね。ハブはね、それこそスーパービッグとかに行くと、ハブ取り箱。ネズミ取り機みたいなね、売ってますね。ハブって捕まえると市役所で買ってくれるんですよね。町役場とかでね。で、生きてると、まあ、生きてても買ってくれるんですけど、生きてるやつはね、その、ハブ酒とかを作るところに持ち込むとすんごい高い値段で買ってくるらしいですね。まあ、命がけですけど、ハブ取る、アルバイトしてる人たちいるみたいですよ。まあ、それはね、取れば高値で売れるみたいで。で、最終日にちょっと立ち寄ろうかなと思ってるのが、原ハブ屋っていうね、ハブのショーをやってるところがあって、原さん、原っぱの原ね、原は、カタカナで原ハブ屋。もしね、奄美来たらね、行ってみてください。笑えますから。もうめっちゃめちゃね、動物虐待だって言われるんじゃないかっていうぐらい、ハブとその原さんのおじいちゃんの掛け合い漫才みたいなのがね、楽しいですよ。奄美のクロウサギはね、観光センターでいうとね、奄美パークに行くといいと思いますね。空港着いてね、まあ、車で数分、2、3分で、奄美パークという謎の巨大な敷地があって、で、奄美パークの中に田中一村美術館なんですけど、一村美術館はよく行ったんだけど、奄美パークってね、まあ、どうせ行政の大したことない箱物だろうと思って、今まで行ったことなかったんですよ。でもちょっと今日ね、興味ある共通券が、美術館だけで500いくら、奄美パークで600いくらだったので、100円しか変わらないんだったらちょっとと思ってね、せっかくだから見てみようと思ったんだけど、いわゆる、奄美とは何ぞや、奄美群島とは何ぞやっていうものは分かりやすく展示しててね、で、奄美のクロウサギをはじめとした、まあ、ここ非常に珍しいね、植物生態系とか動物、絶滅危惧種なんかも、世界遺産ですね、奄美大島って。金作原の原生林っていうのもあるんですけど、奄美大島って、地球の歴史において、海面から沈没したことがないんですって、ここ。なので、非常に世界的にも稀な生態系が残ってるというふうに聞いてます。で、そのお勉強するのは空港のすぐ近くにある奄美パークがよろしいかと思います。ね、奄美パークね、無料で入れるんですけども、有料の部分が2か所ありまして、まあでも、一村美術館と合わせて600円ぐらいですから、まあ、税金ジャブジャブ入れて、どの予算で作ってんだってぐらいバブリーな食べ物なので、もしよかったらね、お楽しみください。で、今日ね、58号線を南下してきたんだけど、国道58号線って、沖縄本島も国道58号線ですよね。繋がってんですね、58号線ってね。繋がってるってもちろん橋もかかってないし、島は飛んでるんだけど、58号線という名称が奄美大島から沖縄本島まで繋がってるのは今日初めて知りました。多分、瀬戸内町の古仁屋まで58号線で、沖縄の辺戸岬からまた58号線始まってると思うのでね、途中の徳之島とかに58号線があるかどうかはちょっとわかんないんですけどもね、今日、あ、58号線なんだって、ちょっと思いましたね。で、途中にね、奄美のクロウサギ出没注意っていう、こう、マーカーしてるところがあって、出てきて跳ねられちゃうんですね、夜ね。ちょっとね、珍しい黒いウサギがいるんです。はい。よろしいですよ。はい。瀬田さんこんばんは。奄美大島、以前公園で行きました。終了後になんと全員で輪になって踊ったのは良いです。ちなみに、豪雨、海は灰色でした。ということでね、もうね、コバルトブルーの海を今度見に来てください。今日、ほんと綺麗でした。曇ってたんですけど、まあ、曇りぐらいがちょうどいいよねって言ってたんですけど、着いたら晴れちゃって、もう気温もぐわっと上がって、湿度高いんで、うわって感じでしたけど、ちょっと高いところから見下ろす海はね、ほんとコバルトブルーでね、美しかったですね。いやいやいや、奄美の海すんごい綺麗ですよ。ぜひ来てください。そう、こっちの人ね、飲むと踊るんですよね。まあ沖縄の人もそっか。なんかね、こんな感じで踊っちゃう感じですよね。はい。はい、まごめさんお疲れ様です。瀬戸川さんの動画ご覧いただきました。ありがとうございます。毎週月曜日にね、たくさんいい動画上げてくださってます。どうもどうも。はい。ね、動画仲間で。はい。あとね、今日ご一緒している、ご夫婦なんですけども、障害がある方とかではないんですけども、お母さん。まあ、お母さんって、おばあちゃんおばあちゃんって呼んでるんですけども、ベル店舗を作ってね、2年目ぐらいかな。20年前ぐらいに、まあ、ひょんなことからご縁をいただいて、で、まあ、お母さん一人でね、うちの旅によく来てくださって、国内外が本当に出かけましてですね。で、この間亡くなられてしまったんですけども、天国先行かれてしまってね。でもね、何十回旅行したかわかんない。国内も初めて旅行したの熊本というふうにでしたね、なんて話さっきしてたんですけども、なんとか、本人に行くようにね、こういう会社あるよ、みたいなことで、最初大変だったんですよって話なんだけど、何かね、本当感じるとこあったんでしょうね。うちの旅行に来てくださって、私は普通に接しただけなんですけども、忘れもしない、お母さん帰られた後、お嫁さんですよね。今回ご一緒してるお嫁さんから連絡が来て、母がお世話になりました。もう話が止まりません。さっきから4時間ずっと喋ってますって、その旅行の話をっていうのが一番最初、もう19年前とかかなの出会い。で、国内外をほんと旅してね、カナダのプリンス・エドワード島とかね、スイスとかもご一緒したりしたんですけどもね、一番最後にご一緒したのがね、皇居の一般参賀だったんですね。で、皇居の一般参賀っていつも私、母を連れて行ってたんですけど、あれ、6年前かな、なんかね、ふっとね、魔が差したって変なんだけど、なんか今年はうちのお客さんにも声かけてみんなで行こうかなって、ふっと思って、いつもね、お正月は休んでたんです、私。すいません、正月は休みいただきますって言って、年に一度の親孝行で母親連れて一般参賀行ってたんですけど、なぜかその年だけ声かけたんです。クラブベル店舗のメンバーに。そしたら、今日来てくださってるご夫婦と、20回以上旅行ご一緒してるお母さんと3人で来てくださってね。でもね、それが最後になったんですよね。その後ちょっと施設入られてしまってね、亡くなられてしまったので、あの時最後お会いできてよかったなというふうに今日晩ご飯の時にしみじみお母さんのね、思い出話をさせていただきました。はい、時間どうですか？奄美は定芸かどうかですか？どうでしょうね。ちょっと明日聞いてみます。まだ、ここね、マリンスポーツ総合施設はね、ダイビングのインストラクターとかの方、奄美の人は多分ね、一人もいない。みんな内地から来て、海が好き、ダイビングが好きでね、働いてらっしゃる方なので、定芸な人たちはここには混ざってないと思うんですけどね、かけろまとか行くとちょっと定芸っぽいな。定芸ってね、全然時間守らないでルーズな人たちなんですけどもね。匂いは一緒ですよ。島時間が流れてるんじゃないかなと思いますね。はい。プリンス・エドワードはね、そうです。赤毛のアンが目的で、私、仕事なんですけど、私、生まれて初めて海外旅行行ったのが23歳、22歳、23歳の時か、バックパックでね、ニューヨーク、ワシントンから、カナダに列車で入って、モントリオールまで列車で入って、カナダの東へ東へって列車で、ユースホステル泊まりながら渡り歩いて、生まれて初めての海外でね、プリンス・エドワード島行ったんですよ。で、ちょっと女の子っぽくてごめんなさいね。でもね、プリンス・エドワード、赤毛のアンのペーパーバッグをね、なんかあの時一生懸命こうわかんないんだけど読んでて、で、なんかそのことがあって、計画立ててたわけじゃないんだけど、プリンス・エドワード島までね、あれもう30年以上前だろうな、行ったことがインパクト強くて、この会社を作ってからもたびたびプリンス・エドワード島には行ってたんです。遠いのでね、結構大変なんですけど、でもやっぱり日本人一度は行ってみたいっていう方多いので、結構な人数の方をねご案内しましたですね。でね、アンの家とかね、グリーン・ゲーブルスとか、赤毛のアン世代の元女の子さ、怒られちゃう、少女の頃に赤毛のアン夢中で読んだ、熟年のね、お姉様方がもう夢にまで見た赤毛のアンの赤毛のアン読んだ方はね、こう出てくる場所がね、全部向こうにあって、リンクさせてるんですけれども、そういう小説の舞台を後から観光にちょっと作ったみたいなところもあるんだけども、でもね、感動しますよ。綺麗。世界で一番美しい島っていうのは間違った形容ではないと思う。本当にね、プリンス・エドワード島はね、真っ赤な土なんですけどね、美しいですね。ロブスターが美味しいですよ。ロブスター美味しいのでね、プリンス・エドワード島行ったら毎日食べてください。あんまり甲殻類を食べない私が美味しいと。でもね、向こうの人ね、バターで食べちゃうので、どうでもいい話なんで、こんな奄美大島でする話じゃないんですけども、プリンス・エドワード島に今後行く予定がある方はですね、キッコーマンの醤油、ボトルで持ってってください。我々日本人は、ロブスターは醤油で食べるのが一番だと思う。醤油ないのでね、バターは出してくれるんですけどね。あとね、まあ醤油とあと上質な塩をちょっと持ってて、ちょっとかけると絶品かと思います。チャンスあったら行ってください。バンクーバーより日本の方が赤毛のあんが有名だったりする。カナダではね、赤毛のあんって全然有名じゃないんですよね。私もアルバータ州住んでましたけど、アンノード・グリーン・ゲーブルズっても、はぁって感じで、世界で一番赤毛のあんが読まれてるのは日本ですね。で、これね、すごくいいことだと思うんですけど、やっぱり、ね、翻訳した方がね、とっても、なんだろうな、やっぱね、日本人に合うようにアレンジを、村岡さんでしたっけね、されてて、で、日本ではもう大ブレイクして、向こう20何カ国語だかに、30カ国語だかに翻訳されてるって博物館に書いてたけど、日本人しかいないですもん。アンの家、日本人、ザ・日本人って感じですね。ロブスターとシャモはプリンス・エドワード島から日本へ輸出される重要輸出。そうそう。トロントあたりで食べても、PI のロブスター、まあ PI かハリファックスあたりから来てるロブスターなんですけども、で、トロントでレッドロブスターに入ったことあるんです。でね、お客様がね、レッドロブスターって言うんだけど、レッドロブスターってカナダの会社なんですよ。日本にもたくさんありますけど、でね、鮮度が違う。ちゃんとカナダから持ってきてるんですよ。日本のレッドロブスターもね。だけど、やっぱね、プリンス・エドワード島なんて朝どれでしょ。今日取れたようなやつが、もう普通にレストランで出てて、でもね、毎日食べましたけど、漁協のね、売店で買ったレッドロブスターがね、一番美味しかった。茹でたやつ売ってるんですけど、それをね、持って帰ってきてね、ドミトリーでね、バーベキューやったんですけどね、そこで食べたのが、めっちゃ美味しかったですね。はい。最後はロブスターの話になっちゃいましたけど、ここは奄美大島でございます。はい。ということでね、明日はマリンスポーツ楽しんでいきたいと思いますよ。こんな感じのね、こんな感じの海にアクセスしたいと思います。向こうにね、加計呂麻島が見えてるんでね、もうワクワクしてましてね、私日本で好きな島を3つあげろって言われたら、加計呂麻島あげますね。そのぐらいね、加計呂麻大好きなんです。まあ、今回ちょっと行くチャンスあるかどうか、スケジュール次第なんですけどもね、楽しみたいと思います。はい。ではでは今日はこれで失礼します。ありがとうございます。あ、水中写真か。まあ、ここのスタッフにお願いします。私、スマホ水没させても嫌なのでね。ここのスタッフが素晴らしい写真撮ってくれると思うので、栗原さんに頼んでおきます。明日ちょっとお見せできるようなね、水中写真を撮れるようにお願いしておきます。楽しみにしてください。明日はね、ベルテンポ的にはちょっと、9時ぐらいからかな。で、そうですね、ズームから連携すれば対談できて、水中写真も撮れるかな。はい。楽しみにしててください。ではでは、オリオンビールを飲んで終わりにしたいと思います。よし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 ょ。さっきオリオンビール飲んだったんだ。これね、スーパービッグで買ったんだけどね、オリオンのね、名護ビールってご存知 ?75 って書いてある名護ビール。はい、これなかなかね、高級ビールなんですけどね。これいただいて休みたいと思います。はい。ではではまた明日。あきこさんありがとうございます。青森水害大丈夫ですかね？なんかリンゴとかだけ君がね、心配なんですけど、また青森情報を寄せください。9月の頭に青森行きます。はい。ではでは、ありがとうございました。また明日。明日ね、9時ぐらいから。栗原さん早く寝ちゃうんでね、9時ぐらいからスタートしたいと思います。また日本優勝します。楽しみにしててください。では、良い週末を。おやすみなさい。